どうも、リリーです。今回は、臨時快速列車に乗って、鎌倉に行ってきました。今回はその前編です。なので、3つに分けてお送りしたいと思います。それではスタート。今回は牛久駅からのスタートです。今回の旅では、休日お出かけパスを使います。はい、今回のトップバッターはこいつです。一旦砦まで行きます。実はこの4日前くらいに、風邪をひいて、39度くらい熱出したんですよね。なので病み上がりです。この日は雨の予報だったので、風邪がまたひどくなるのだけは避けたいですね、わらわら。砦で各駅停車に乗り換えて、新松戸まで行きます。砦を出ると、快速線の E230SK が、バトルを仕掛けてきました。果たしてどちらが勝つのか。新松戸で武蔵野線に乗り換えて、南越谷まで行きます。はい、南越谷に着きました。次に乗る列車は、今回のメインの2つである砦快速鎌倉号です。はい、やってきました。砦快速鎌倉号です。車両は、窓ガス100特急こと185系です。今回は指定席を取りました。それでは乗車しましょう。結婚指定席でも乗る人が多かったです。この席ですね。シートはボクボクシートで、座り心地は良かったです。南越谷を発車です。シートチェックです。シートはこんな感じで、テーブルの下にはネットがあって、テーブルは少し小さめです。肘掛けのレバーを引くとリクライニングできて、倒すとこんな感じです。カーテンは、ヒラヒラしてるやつと、上から下ろすやつの2つです。思ったんですけど、2つもいらなくね。デッキに来てみました。やはり客室よりも185系のうなり声がよく、聞こえますね。ちなみに洗面所はこんな感じです。どっかの駅を通過です。それにしても武蔵野線の駅を通過していくのは、実に気分がいいですね、我々。どっかの貨物ターミナルを通過です。多分新座かな？
軍寺に着きました。はい、画面の前の視聴者の皆さん、目的地が鎌倉なのに、なんで鎌倉まで乗らないの？って思いましたよね。思ったよな。僕がこのまま素直に鎌倉まで行くと思っていた。せっかく時間もたくさんあるのに、寄り道しないのはもったいない。ということで、また別の列車に乗って鎌倉に行きます。わずさと中央線快速が通過です。こちらの列車で立川まで行きます。勘のいい人は立川から乗る列車がもう分かったんじゃないでしょうか。てかもうサムネでバレてるけどわらわら。立川駅は途中でスイッチ切っても最後まで鳴る仕組みなんでフルで鳴ります。やってきました、快速鎌倉あじさい号です。こいつに乗るために立川まで来たんです。同じ日にしかも簡単に乗り換えられる時間帯で運行されるなら、もう一度のこと二つとも乗ってしまおうということで、ここからはこいつに乗って鎌倉まで行きます。鎌倉アジサイ号は乗車しているので指定席券を買いました。それでは乗車しましょう。ここの席ですね。シートはこんな感じで、鉄道博物館の鉄泊広場にある189系と全く同じシートです。それではシートチェック、テーブルを出してみましょう。結構ストッパーが硬かったです。少し小さめですね。テーブルの下にはネットがあって、肘掛けのレバーでリクライニングするとこんな感じです。カーテンはヒラヒラしてるやつです。立川駅を発車です。ちなみに車内放送ではオルゴールタイムは鳴りませんでした。私の貨物船のトンネルを走行中です。やっぱり圏外になりますね。実は当日まで南部線を通るもんだと思ってました。わらわら。鶴見の信号場で時間調整のため少々停車です。この間に乗務員さんも交換してました。
京急の横を走行中です。ここは JR と京急の熱いバトルが繰り広げられる場所として有名ですが、向こうが来てくれないとただただ普通につまらないだけなんで、来てくれないかな。まあそう簡単に来てはくれないでしょうけど。ウェイ、京急来てくれましたって。向こう早すぎてね。いやいや、そりゃあ分一緒わらわら。ああ、行っちゃいました。はい、横浜駅を発車です。この日は鎌倉方面の臨時列車がこの他にも多数運行されてたんで、撮り鉄の方々がたくさんいましたね。横浜を出ると、成田エクスプレスとバトルですって、今度は向こう遅すぎじゃね。今日の並走バトル、なんかしっくりこないですわらわら。はい、終点鎌倉に着きました。今日は国鉄方特急列車の旅、楽しかったです。ここからへの電に乗り換えるわけですが、動画の時間もあれなので、前編はここら辺でおしまいにしたいと思います。なわけで、前編はここまでです。国鉄型車両に乗れたのでとても楽しかったです。この後は、江ノ電で鎌倉の街を散策します。なので、続きは中編でお送りしたいと思います。それでは次回の動画をお楽しみに。バイバイ。